皆様こんにちは。まず冒頭に8月10日に開催されました第69回砦利根川大花火ですが、天候にも恵まれ無事盛会に終わることができました。今年から約3000発を増発した約1万発の花火は、夜空に多くの大輪の花を咲かせ、ご来場いただいたおよそ12万人の大歓声に会場一帯が包まれました。また昨年に引き続き行ったドローンショーもとてもきれいで幻想的で、砦の夜空を彩りました。市民をはじめとする多くの方々から喜びのお声を耳にし、私自身も大変感激した次第であります。また、花火翌日の清掃活動には、早朝5時から市民ボランティア約800人と多くの方々に参加をいただき、わずか1時間30分ほどで会場周辺がきれいになりました。改めて市民の皆様の郷土愛の強さを感じたところでございます。花火大会にご尽力をいただきました市民関係者の皆様に対し、心より感謝御礼を申し上げます。さて、現在台風10号が関東に接近する恐れがあります。今後台風の影響が懸念されますので、気象情報に注視していただきたいと思います。それでは本日の発表に移ります。令和6年第3回砦地震災定例会議案についてです。会期は9月2日月曜日からとなります。定例会に提出する議案は、条例の制定が1件、条例の一部改正が1件、一部事務組合規約の変更が1件、令和6年度補正予算が6件、そのほか予算の継続費、精算報告書、財政健全化判断比率報告、令和5年度決算の認定など、合わせて19件を提案いたします。まず条例の制定についてです。現在砦市では、地方自治法に規定する長期継続契約を定める条例を制定していないことから、原則として一部契約を除いては複数年度にわたる契約を締結することができません。例外として事前に債務負担行為を予算で定めて議会の議決を得る必要があります。複数年度にわたる契約を締結することができるよう条例で定めることにより、条例の範囲内において弾力的な運用を可能とし、市と契約の相手方双方の負担軽減を図ります。また条例の一部改正案につきましては、国の法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、市においても所要の措置を講ずるため改正を行うものであります。次に令和6年度補正予算第5号および第6号についてご説明いたします。一般会計補正予算第5号の総額は2654万8000円の増額で、補正後の予算総額は448億7600万7000円となります。内容は災害用トイレトラックの購入費を補正するものであります。次に一般会計補正予算第6号の総額は10億9115万5000円の増額で、補正後の予算総額は459億6716万2000円となります。主な歳出補正の内容といたしましては、未来をつくる世代を育むまちづくり
の一つとして、夏季における児童生徒の熱中症対策や指定避難所の居住環境整備として、市立の小中学校体育館及び中学校武道場に空調設備を整備するため、実施設計に必要な経費として4050万円を増額します。また妊娠出産育児期を継続的にサポートし、母子保健サービスの利便性の向上、業務効率化を図り、子育て支援情報をプッシュ型で発信していくための母子健康手帳アプリの導入運用に必要な経費として1969万円を増額します。次に、安全安心な街と未来を見据えた環境整備の主な内容として、浸水・道路冠水の状況をリアルタイムで把握し、早期の対応につなげるため、市内11カ所に浸水センサーを設置する浸水検知システムの構築費用として154万9000円を増額します。以上、令和6年第3回取手市議会定例会議案の説明となります。次に、第52回全国消防救助技術大会歴史搬送で全国5位についてです。先週23日金曜日、吉田消防署の赤羽消防司令補と千代消防司長が第52回全国消防救助技術大会に出場し、水上の部歴史搬送で全国5位になりました。この全国大会は他の模範となる消防救助隊員を育成し、全国市民の消防に寄せる期待に力強く応えることを目的として開催されています。今回の結果は我々取手市民にとって心強い結果となりました。今後も市民の期待に応えられるよう訓練に励んでいただきたいと思っています。次に、第30回全国消防総報大会についてです。昨年11月に行われた茨城県消防ポンプ総報競技大会中央大会で優勝した第26分団が宮城県で開催される全国大会に出場します。夜間や休日にポンプ操法訓練に励んだ消防団が茨城県を代表して取手市として初めて出場しますので、消防団員の有志に対し改めて応援をお願いします。次に、取手市消防本部インスタグラム開設についてです。取手市消防本部では市民の皆様に消防行政をご理解いただき、身近に感じていただくため、消防に関するさまざまな情報や訓練などの様子を写真や動画でご覧いただけるように、取手市消防本部インスタグラムを開設をいたしました。消防職員が撮影した写真や動画を投稿していきますので、ぜひご覧をいただきたいと思います。以上、私からの説明を終わります。